塩谷選手、まずプレイヤーとしての特徴って、川瀬さん、どう見えますか？まあ攻守ともにチームに貢献できる選手で、まあ、守備はもちろんこう1対1も強いですし、まあ、フィジカル面も強いですし、攻撃面ではドリブルもシュートも、まあ、何でもできるプレイヤーなんで、本当こう、まあ、前打ちにいた時は右ストッパーで出てましたけど、アルアインでいろんなポジションをしていろんな経験をしてきたので、どこで出ても貢献してくれそうな選手かなと思います。はい、水戸からこう移籍してきて、うん、最初見た印象ってどんな感じでした？いや、まず体ごついなっていう、とこから入って、まあ、どういうプレイヤーかなと思って一緒にプレーしたら、やっぱこう、まあ、トータルのバランスというかトータルの能力がやっぱ高い。最初ね、うちに来た時はこう戦術になれるのに苦労して、まあ、円形脱毛症になったりとかぐらい悩んで、なかなか、ね、自分の力発揮できなかったですけど、まあ、試合に出始めてからはもうすぐ中心選手になって、で僕もまあよくパス交換というかパス出してたんですけど、まあ、塩に出したら、まあ、取られないだっていう、それぐらいこう安心感がありました。まあ、塩谷選手が4年のその海外での経験を経て帰ってくるっていうところで、期待するところ大きいんじゃないですか？まあ期待というか、まあ、まずはその、まあ、帰ってきてくれたことに対して本当に、まあ、自分のことより嬉しいですし、で、まあ、塩とはUAE に行ってからもちょくちょく連絡取ったりで、日本に帰って、まあ、広島に帰ってきた時には時々会って話をしたりしてましたけど、まあその頃から、まあ、いずれ広島に、まあ、戻ってきたいというか、そういう話は出てたので、まあ、本当にこう有言実行してくれたなっていう思いですね。まあ、広島に対する思いはずっとあり、なんか聞いてる話を聞いてても、もう伝わってきましたね。カズさんしか知らない、まあ、今日ぐらいはこれ暴露してもいいかなっていうようなエピソードってお持ちですか？暴露ですか？暴露というか、まあやっぱりこういい話をしたいのでせっかくならいい話でいうと、まあ塩ってやっぱりその先輩にはすごい可愛がられますし、まあ、後輩から慕われるという感じで、まあ、人間的にもまあ素晴らしい人間なんですけど、まあ、僕が選手の時に体調壊して、まあ、休んでる時に。まあわざわざ、まあ、ちょっと会いたいっていうか渡したいものがあるからって言って、まあ、来てくれたんですよね、家まで。で僕はまあその時ちょっと体調もあんま良くなくて、ちょっとこう今ごめんちょっと受け取れないわっていう感じだったんですけど、もうわざわざ家まで来て妻にその、まあ、差し入れというかそういうのを持ってきてくれたりとかで、連絡も、まあ、やっぱなかなか後輩なんで。先輩に対してこうなかなかこうアクションを起こせないと思うんですけど、そうやって、まあ、心配してくれて、まあ、それは今でも覚えてますね。まあ、情に熱いというか、うん、で今回のそのまあアルアインと契約が切れた後もわざわざまあ連絡してくれたりとか、まあ、本当に律儀な人間ですし、カズさんからその期待のメッセージというのをいただいてもよろしいですか？まあまずはこう自分らしく、まあ、マイペースに、まあ、今まで塩がやってきたことをそのまま自然体に出してもらえれば、まあ、それがそのままこう、まあ、今いる後輩たちに、いい影響を与えると思いますし、まあ、若い選手は本当こう影響力のある、まあ、塩のプレーとか、まあ、人間性のところを見て学んでほしいかなと思うので、まあ、自分らしく楽しんでサッカーしてほしいなと思います。はい、いやあんまりこういい明るい話題がない中だったので、まあ、率直に嬉しかったですね。まあ、もうもちろん塩が退団してからは連絡も取ってましたし、まあまあ、どのタイミングでっていうところもあったと思う中で。今シーズン中にまずは決まったことが良かったなっていうのと、これはもう今季ももちろんそうなんですけど、やっぱり来季以降に間違いなくいいコンディションで入っていけると思うんで、もう順位とかね、今年どうこうっていうのはそんなに多分ないとは思うんで、とにかくまずはその日本のシーズンに体を戻してほしいなっていうのは思いますけどね。お互いの近況報告というか、帰ってきて、コロナの時はちょっと会えなかったですけど、コロナじゃない時は、僕も千葉にいたので、一緒にご飯を食べに行ったり、名古屋にも塩は来てくれてたので、名古屋でご飯行ったり、ゴルフしたりっていう、もちろんその広島離れる時も、相談してくれましたし、本当にこう、いろんな経験を積んで、それこそ本当に体も大きくなって、特に外国人とやり合う経験を積んできてると思うんで、もう本当に J リーグのその中でもフィジカル的な分っていうのは、負けることはほとんどないかなと思うんで、そこも楽しみですね。もちろんその本当にこう広島に来た時にはもうある程度ポテンシャル非常に高かったですし、広島で経験を積んで、対人能力で言えば日本トップレベルの選手で、それ以上にそのディフェンダーとしても本当にこうセンスを感じる選手、特に攻撃的な、判断であったり、技術的なところであったり、そこは本当にこう一緒にやってみても高さを感じましたし、それは本当にこうヨーロッパとかで、クラブワールドカップの舞台でヨーロッパのクラブと相手にしても塩の良さっていうのは対日本人だけではないところ、本当にこう外国人相手に対してもやっぱりこう高いレベルでやれたっていうところは、彼自身がこう積み上げていったものなので、やっぱりこう塩が一度広島離れた時と今とではチーム状況が変わってますし、そういった中で、早くこうチームの力になってほしいっていうもちろん思いもありますし、やっぱり今シーズンね、非常に、難しいシーズンを送ったと思うんで、クラブとしても、そこを来季、スタートがね、いいシーズンを送るためにも、やっぱり塩の力が必要なんじゃないかなっていう。ただ、今現状出ている選手も非常に力ありますし、いい競争をしてほしいなっていうのも思いますね。やっぱりピッチ上で何ができるかっていうところがプロとしてだと思うんで、それも塩は重々理解していると思いますし、とにかく、やっぱりピッチ上で何ができるかっていうところをやっぱり見せてほしいですし、それができる選手だと思うので、海外に行く選手っていうのはそんなに多くはないんで、別にその塩が行って戻ってきたから前例がっていうのは特にないかなと思うんで、いろいろ連絡を取り合いながら、僕も塩もフリーな身なので、クラブの選手とこう食事するっていう機会がなかなかできない中、僕は塩とはそれができる数少ない仲間だったので、塩が復帰したことで、ちょっとまた塩とも食事が行けなくなってしまうのはちょっと残念なんですけど、でも、またこれが落ち着いたら、また当時のメンバーとかと一緒にみんなで、ちょっとゆっくり食事をしながらいろんな話したいなと思いますし、また自分も残りシーズン少ないですけど、解説でエディオンスタジアムに行く機会があるので、その時にはやっぱりこう塩がピッチ上で、躍動している姿、戦っている姿を見たいなと思うんで、やはりこうシーズンがね、またなかなか難しいタイミングで体を作るっていうことも簡単ではないですし、もう塩も言うほど若くはないので、しっかりね体のケアをしながら、やっぱりいいパフォーマンスを今なかなかね、苦しい状況のこのサンフレッチェ広島にもたらしてほしいですし、それこそずっと都市が歯を食いしばりながらピッチの中で頑張ってるので、そこを塩が後方から支えてあげてほしいなと思いますし、また若くていい選手もたくさんいるので、そういう若い選手にいろんなことをピッチの外でも中でも伝えていってほしいですし、それができる選手だと思うんで、また落ち着いたら釣りとかゴルフ、一緒にリフレッシュする時間を楽しみましょう。